おじゃれーす。はい、というわけで今回はイタリアを経て、はい、なんとスイスにやってまいりました。到着でーす。綺麗な。めっちゃ綺麗。うん。タクシーこれ大型のベンツやで。うん、うまい。なあ、急に綺麗なって感じあるな、うん。まあ、イタリアももちろん綺麗かったけど、うん、なんかこういうクリーンネスがすごいな。そう、スイスゴミ落ちてないな、もう。なあ、で、俺ここめちゃくちゃ来たかった国で、なかなか来ることないやん。ないな。でも永世中立国ってことは知ってたやん。あと世界一物価が高いっていうことも知られてるやん、うん、実際どうなん。ただヨーロッパ旅した旅人の中ではスイスめちゃくちゃ良かったっていう風に結構聞いてんねや。だからスイスは本当に来たくて、もう今回のタイミングしかないなっていうことで、うん、イタリア行ってからそのまま上がってきてスイスに来ました、うん、はい。治安もめちゃくちゃいいらしいね。イタリアはでもやっぱなんかやっぱ観光地とかスリ多いとかいう風に言われてたりとかするけど、もうスイスは治安がものごっついいと、うんうん、もしかしたら日本よりいいのかもしれない。そんなに。で、永世中立国、うん、まあ言うたら他国がいろいろ戦争してても、うん、もううちはやりませんよと、うん、中立を保ちますよっていう風にずっと言い続けてる国で、うん、で、第二次世界大戦中も周辺諸国とかが戦争を勃発する中でスイスは大きな被害を免れたっていう風な国やねんな、うん、だからすごい気になってたんで今回来ました。チューリヒ国際空港にいます、うん、クローテン国際空港っていうかな、うん、スイスはあの首都はベルン、うん、やねんけどここのチューリヒが最大都市って言われてるから、うんうん、もう空港も綺麗で、そうやね、ほんまにこう日本を彷彿とさせる、うん、あったか、おー、あったけ。外3度やったわ。そう、気温が今12月手前ぐらいで、うん、最低気温もまあちょっと氷点下下回るぐらいまで行くっていう状況やねんけど、綺麗ね。マジ綺麗。ほら、あれ映すな映すな。何これ何これ、あ、パンパンやこれ。これな、めちゃくちゃ綺麗ねやスイスは。ほんまに空港もそうやけどさ、落ちてたけどな、パン。そう、めちゃくちゃ綺麗で、まずそのチューリヒ中央駅中心街まで電車で行けんねんけど、うん、まあ大体10分ぐらいやから近いね。これそれはまたいいな。世界一物価が高いって言われてる国やから、まあ実際どの程度やねんと、一泊二日になんねんけど、うん、もうこの後日本やからヨーロッパの最後の土地やから、そうやねん、使い倒そうぜ金。おいいですね。実際今回、どうなるのか、はい、合計金額生活費ホテル代、うん、全部飯代見せたいと思います。で、リボー。ここめっちゃ綺麗やん。ほんまや、何ここ。トレインステーション、デパートみたいな、空港の中にあるショッピングセンターやけど、もう街はクリスマス一色で。あらあら、ほんまやな。クリスマス、これがまたスイスの綺麗なところを彷彿とさせてるやん。こうやってイルミネーションやったりとか。でもやっぱスイスって周り山とかに囲まれてたりするから物資の運送が必要やったりとかするから、やっぱその分コストがかかったりとかして、あとやっぱ永世中立国っていうことで、あの他国からの信頼が厚いから、だからこそやっぱスイスにお金が集まるようになってたりとか、環境保全やったりとか、あとはその農業政策とかに力入れて、そこにお金がかかるからどうしてもやっぱり物価が高くなってしまうっていうゆえんらしいです。でも物価が高いからこそ高いだけじゃねえんだぞという良さもあるみたいなんで、それを今回はちょっと確かめていきましょう、うん、金かけるぞ今日もうしゃあない、ヨーロッパ旅やからしゃあない、しゃあない、こんな時しか来られへん。チューリッヒの中央駅まで、あ、これや、チューリッヒ HB 6.8 フランだから合ってるわ。これで2人分かな。 6.8 フランが倍になったから 13.6 やな、うんうん、今ってほんまに円安がどんどん進んでて、うん、昔のスイスの情報とか調べてたら150円台とか言ってるけど、今1スイスフランが169円。えぐい、うん、上がりすぎやろ。やばいやろ。だから 6.8 フランやから、6.8 かける、まあ、約170かけるって形にしたら1156円、片道で、うん、これがまあでも高いのか安いのか正直分からへんねんけど、うん、オッケー、買えました。はい、というわけで、スイス鉄道 SBB に乗ることができました、うん、でも広いな、めっちゃ、うん、広い。でこのカーブがデザイン性があるな、うん、窓でかい、うん、窓でかいな。街並みもなんか綺麗に見える、空が開けて見えるな。これで大体12分ぐらいで着くみたいです、うん、あとタクシーでも行けるらしいね。タクシーの場合は 2,30 分ぐらいはかかるらしくて、うん、あ、そうなんや、電車の方が早いねんな。そう、鉄道の方が早くて、うん、タクシーはでもスイスはもう世界一安全って言われてるから、料金トラブルとかはめったにないって、まあ、いいな。まあ、まれにやっぱ白タクはおるらしいけど、未認可のタクシーとかで、うん、そういう人たちにはぼったくられる可能性もなきにしもあらずなんで、いくら安全といっても
うん、まあ気をつけてください、はい、ちなみにスイスのタクシーは世界一高いと言われています。これは 6.8 フランで中心地まで行けたけど、はい、うん、タクシーの場合はその10倍かかる。10倍、70フランかかるから、うん、だいたい1万1900円ぐらい。いや、新幹線日本円で、あ、貨物列車みたいな話。やっぱスイスってなんか鉄道大国らしくて、うん、もういろんな鉄道があって、いろんな景色を望むことができる。氷河鉄道とか、綺麗な山々を見れるような見晴らしのいい列車とかもあるから、ちょっと次来た時はそういうの乗りたいな、うん、乗りたいですね。ほいー、というわけでチューリヒの中央駅に着きました。一瞬やった。めっちゃ近い、うん、めちゃくちゃ便利やな、うん、博多みたいやな。博多みたい、空港からね。確かにでっか。確かにでかい。1日に2900本列車が発着するみたいで、ね、2900、うん、あとはドイツとか、うん、イタリアとか、うん、オーストリアとか、うん、フランスとかにも行く、あ、国際列車のターミナルにもなってねて。そんなんもあんねや。建もでかい。そう、天井張り高いてかさ、うん、エスカレーター上がって思ってんけど、すぐこうやってホームあるやん、うん、列車の、うん、改札なかったない、うん、行きも出る時もなかった。しかもチケットのチェックすらなかった。なかったな。マジで無賃乗車めっちゃあるんちゃう。まあ、だから治安がいいところが出てんねやろな。良すぎるってことやな。ちょっとびっくりしたな。びっくりした。あれってなったな。そのまま繋がってるな、うん、ゲートがない、うん、で、1日の利用客は1日40万人。え、多いな。多い。40万人ってすごいな、うん、まあでも多分日本の電車の方が多いやろうけどな、圧倒的に、ま、けどこんだけ広いけど、やっぱスイスゴミ一つないな。いや、あるな見つけてもらうと。全然ゴミ一つ。でも綺麗くない。え、めっちゃ綺麗。それしかないもんな。うん、掃除が行き渡ってんな。綺麗くて治安良くてめっちゃいいな。物価高いのだけか。そやな、物価高いんだけが今これから不安やけどいろんなショップとか店見て、うんうん、どの程度物価が違うんかっていうのを見ていきたいと思います、うん、まずはちょっとホテルにチェックインします。はい、レディゴー。こんな感じで、うわー、綺麗な街並みも、うん、でやっぱこういうの路面電車の線路が目立つな。めっちゃあるな。なあ、危ないぞこれ。そう、駅前のタクシー乗り場、これトヨタばっかやねん。ほら、ほんまや、これトヨタやんな。多分トヨタ。トヨタかベンツベンツとトヨタが並んで嬉しいな。うん、さすが日本の大企業ですな。大企業ですな。めちゃくちゃ綺麗な街並み。これこっちもこれ駅やで。これ駅すごいなすごい。これ神殿やん。ランプもおしゃれで、この街並みで治安いいって最強じゃない。うん、語れへんな、うん、このホテルおしゃれやな。なんじゃこら。で、あの旗あるやん、はい、はいはいはい、あれ真ん中がスイスの国旗やん、うん、正方形の国旗、うん、世界で唯一バチカン市国を除いたら、うん、でその横あれチューリヒの州の州、ほら見て、あそこにマクドある。ほんまや。これはちょっと物価を見ましょうか、うんうん、みたいな。ビッグマック指数っていう言葉があって世界のビッグマックで物価を測るっていう、うん、値段で、それだけ世界的企業マクドナルドがすぐ駅前にあったんで、ちょっと行ってみます。このスイスならではのメニューのバーガーもあるから、うん、やっぱ今回はやっぱ金使わなあかん。もうここでちょっともうひも軸折ったらあかん。それはもうちょっと男としてダサいんで、もう今日経費使っちゃいましょう。よっしゃ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 。ほんまに使おんなら世界一高い国で、だからもう行こう、うん、食おうぜ、うん、マクドでもう今日一日を完結しよう。それはあかんわそれは話変わってきた。あ、いい、めっちゃいい。ああいうのいいな、どこにでもあんねんな。親友との再会って感じだったな。このハグ文化がいいよな、うん、友達同士とかでも、うん、いやでも用してるじゃないですか俺、うん、やってるやってる。やっぱ旅人やからそういうの根付いてるけど、あんまないやん日本って、うん、というわけでマクドに来ました。イタリアかフランスかイングリッシュか、ドイツ語とかフランス語とかイタリア語とかロマンシュ語とかが公用語なんやって。でも英語も結構通じるみたい。ビッグマックはいかに。あ、あった。お、 7.10 フランってことは 7.10×169 は1199円。1200円。うん、1200円。今日本ビッグマックが500円。倍以上やん。え、単品やで。コーヒーでも 4.6、 カプチーノ、エスプレッソ 3.6、 アイスカフェラテか 4.5、 コカ・コーラで 4.2、 3.2、 一番 S で、うん、ほいー、というわけで買ってきました。はい、こんな感じ。ロイヤルクリスピーオニオン&ベーコンみたいなちょっと期間限定メニュー、スイスの、うん、があったから 9.1
フラン、うん、9.1 フランってことは1537円。1537円、うん、高級バーガーやでこれ。いや確かに美味しそうやけども、うん、このコーヒーと、うん、でコーラ、うん、スモールカプチーノが 4.6 777円。カプチーノのこの小さいサイズで、うん、でコカ・コーラが 3.2 540円。ビッグマックより高いです。日本バーやバーやわ。うまいやな。で合計これ気になる合計が 16.9 2856円です。2856円、うん、もう俺マクド行かれへんわ1個やで。じゃあこれちょっと味わってこう、うん、噛みしめてこう。いただきます。うんまっ。どうですか1500円のバーガーは。やっぱちゃうわ。やっぱちゃう1500円っていう値段を噛みしめてるわ、うん、このティッシュにも多分数百円のサービスが乗っかってる、うん、噛みしめよ、うん、俺さ、うん、初めて旅した時アメリカ無一文で横断した時、はいはいはい、落ちてるハンバーガー食っとってんやん。マジ、うん、ハンバーガー落ちてんの。落ちてんねんハンバーガーアメリカ。おかしいなそれ。なんでや。結構残すねんやつら。俺今1500円のバーガー食ってるの感動してるわすごいなその差は、うんうん、今は発信者の責任上そういう落ちてるもん食われへんねんそやね。はい、あ、どうす。誰か真似するかな。どう思ったら食えるけど言いは変わってないから。ジョブロック。ここがバーンホフ通りって言って、うん、チューリヒの市場のメインの通りで、うん、世界一高級で高価なショッピング通りって言われてる。だから服屋とか結構立ち並んでんねんけど。あるな。で街並みめっちゃ綺麗。ほら今ここでクリスマスマーケットみたいなのしてて、おしゃれやな。街がめっちゃ綺麗ね。でここにトラックの路面電車の線路があるから車が入られへんようになってんねん。だから半分歩行点みたいな。あえてほんまやほんまや。路面電車が気をつけながら渡ってって感じやな、うん、おもろいのが一個落書き見っけてん、うん、向かいに、はい、これかエルメスっていう落書き落書きすらも高価やおもろいなもうそれはおもろいわ。あーでもやっぱ高級ブランド店が多いな。エッグ高いんやろな。ほんまやばいやろ、うん、だってさっき全部で2800円やったやんマクド。マクドですよ。やばいと思う。結構先思いやられるな。いや先思いやられるわそんなこと考えたか、まあね、未来にはもうちょっと希望。経費やからな。もう経費なめんなよ経費も減ってんねんからな会社の金やねんからな型ではないねん。まあ、もう使い倒そうぜ。よっしゃよっしゃ。おほんまにおって言うな。煽んなパリピの煽り方すんなって経費をそんなお前テキーラと同じような感覚でやったら今日は飲むぞ。よっしゃ行こうじゃ。ほんなら行こう。わ見てあの建物。うわほんまや城みたい、うん、でほら煙突。煙突煙突興奮しすぎて。ほんまやでこれなんかこれ天井からぶら下がってない。ほんまやバーンホール通り。だから光んじゃん。夜か夜光んじゃん、めっちゃ綺麗やろなここ。じゃあこれ光らんかったらマジでうざいでただ垂れ下がってる糸やからないやこれ光ること願ってちょっと夜は後で歩いてみよう。うんうん、うん、スイスともなったらこれサンタクロースもバイクで飛ぶんやなそれはええやん。8450。8450。ちょっと一回ちょっと待って。だからスイスって言ったら時計が有名やん。そうそうそう高級時計がね。なあ。8450×169 は、うん、1428,050円。おおするな。おおする。でも分からんな時計はピンキリすぎて。その何々の時計がこの値段みたいなそもそもの相場俺は知らへんから。はいはいはい。まあウブロぐらいは持ってるけど。それは事実やからな。もらったけど。お世話になってる人に。はい、というわけでホテル着きました。チューリヒの中央駅から歩いて3分とかめちゃくちゃ近い。いい立地やな。うん、立地めっちゃ良かって、うん、割とめちゃくちゃリーズナブルやってんやん、うん、その中ではやで。ただ俺フラン計算を日本円にしてないから175フランプラス、うん、シティタックス5フランで180フラン、うんうん、3420円。ツインルーム一部屋で一泊で3420円。これでリーズナブル。これで一番安かった。マジで、うん、このリッチとか全部加味したら一番安かった。サンキュー。ちょっとこじんまりしてビジネスホテルみたいな。時計がかわいい。うまい。エレベーターこれどういうことなの。ドアの。すごいエレベーターがでも狭なか。え、狭クローゼットの中みたい、うん、なんか
荷物になった気分を運ばれてる気分。フロントのおっちゃんから、うん、鍵もらってんやん、うん、この鍵持って、うん、おっと金でできてんのってぐらいポーネグリフの文字みたいな、うん、なあ、うん、はいというわけで、着きました。普通やな、別に過不足ない。うんうんうん、うん、でもこれ一泊3万は高いな。高い、日本がどれだけすごいか物語ってるな。アッパーとか道民委員とか東横委員とかいろいろあるやん、うん、でこれツインちゃうやろこれ、うん、うわしかもこれああよかった、ああツインやツイン、あぶなよかったよかった、危ない危ない、くっついてたもんね。これがあることによってこちょっとあんまり話されへん、ここまでしか話されへん、最悪やもん、きついわちょっと。ついてもう一部屋いるな、もう一部屋いるよ、でももう3万かかんねん、経費やし、店に舐めんなよ会社の金もない舐めんなよ、一応ほっとんねでもすごいな、この物価で、うん、よう生きていけるなと思うわ、うん、そう、スイス人は、うん、平均年収が今2023年時点で8万フランあるらしい。何ぼや、1300万円、年収、うん、平均、めちゃくちゃ金持ちやんだからもうほんま隣国とかか周辺諸国が出稼ぎに来んねんて、うん、そりゃ食うわ、まあ、言うたらワーホーリーみたいな感じで、うん、その人らが日本来たらやばいで、ウファウファパーティーやなそれは、うん、なんでこんな安くて美味しい、しかも綺麗、治安もいいの、うんうん、まあ、治安いいのも一部地域除いてやけどな、うん、ほんまどこのこと言うてんの。いやだからまあ西成はまあ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 、歌舞伎町とかもなんか最近差し合いへし合い押し合いみたいなあったやんニュースになってたやん、うんうん、じゃあちょっと街散策してみますか。はい、というわけで今から街散策しようと思うんだけど、これがチューリッヒの中心を流れてるリマト川、綺麗、うん、でかいよ、めちゃくちゃ開けてる、うん、でこのリマト川沿いに観光名所とかが結構立ち並んでるみたいで、お、チューリッヒの博物館やな、ホグワーツや、ほんまに、よおしゃれやな、完全にホグワーツやな、なあ、スイス国立博物館、夜です、すごいプロジェクションマッピングでめっちゃ綺麗すいません噛んだスイスのスーパー、うん、コープって読むから、うん、一般の人たちは基本的にな、自炊するってなったらここがもう台所のキッチンみたいなもんやからな、日本と実際どう違うのかっていうのを確認していこうか、うん、おいっす、でっかいスーパーやな。この辺の野菜からいこうか、うん、あ、大根あった、大根、大根なんぼ2.20、371円1本、うん、普通な、トマト 4.95、836円、トマト1個、うん、どないなってんの、超高級トマトやぞ、白菜だった 5.90、 一番安いやつやったら997円、997円、これめっちゃちっちゃいで、ほんでこの白菜もう鍋できてまうやん、これネギやんな、ネギやな、7.50、1267円、ネギ1267円、ちょっとありえないな、玉ねぎ安そう、1.45 って書いてある、1.45、245円、うん、お安い、安いけどちっちゃいでこれ、もうちょっと感覚バグできたスイスでご飯食べるってなったらちょっと噛み締めな、食われへんな、この辺盛りだくさんのちょっと惣菜みたいなのがあって、うん、我らがおにぎり見っけました、これが 4.50、 760円、おにぎり1個ビールな、寿司セット 16.95、 2860円、2860円、ちょっと待ってよ、この辺チーズめちゃくちゃ多いな、あ、ラクレットチーズ、ほんまや、スイスの有名なチーズです、こちらもラクレットチーズがあって、卵これ 5.95、 1500円、1500円、何個でやろ、あ、6個でか、全部高級すぎる、うん、高い、食パンコーナーでございます、あ、結構大量入ってるやつ、うん、2.15、363円、あ、まあまあ手頃ちゃうかな、うん、だって21枚入ってねえで、うんうん、食パンは結構割と割安なんかもしれない、うん、人類の生命線の水コーナーです、これ炭酸水やな、 1.05、 1.5リットル、177円、あ、もうこのでかさやったら普通ちゃう、まあ、普通っちゃ普通やな、全然割とやっぱ水はな、スイスなんか安そう、水道水飲めるぐらいですもんね、もう全部があの金額で水がこの値段やったらだいぶあれやで、安いで水、うん、安い感じな、エビアンある 1.5リットル、1.5、194円、あ、まあ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 、ほんま日本ぐらいちゃん、うんうん、あ、やったら水そんな安いかも、コーラ、あ、コーラ、もう全世界共通、あ、 1.5リットル、388円、388円、ほぼ400円、ピザコーナー見っけー、めっちゃあんな、ずらー吊るされて、これちょっと
このピザフライパンみたいに吊るされてんねんけど。 6.95 6.95 1170円。1170円これ、うん、あでもそうなんかな、俺ピザあんま食わへんから分かれへんけどな、うんうん、ちょい高い気もするな。ちょい高い気もする、うん、でも俺この吊るされてんのちょっと食いづらいなはい、さすがスイスでございます。ワインコーナーこれ見てん、全部ワイン、もう値段はまちまちです。ずーっと続いてんねこれ。ワインがすごいな。こっちもこっちシャンパンとかいろいろあるけど、もう10前後だいたい、10やったら1600円か、うんうん、トイレットペーパーこれなんぼや、 8.60 1453円。うわこれトイレットペーパー、うん、ケツ拭かれへん、うんちやめるわ、うん、やめるな、うん、だからインド人のスタイルが一番節約になるな。ちょっとスイスでは観光客は生きていかれへんな。でも多分この国の人たちはこの国の給料でその金額で生きてるから普通なんやろうけどな、うん、ちょっと日本とかから来たら今円安やからもうとんでもないことなんだな。とんでもないほんまに。ちょっと思い知ったのスーパーで、うん、中心のメイン通りのバーンホフからもうすぐ近くにあるこちらリンデンホフの丘っていう場所で、うん、この丘から地域の市街地が一望できるっていうことで、もともとこのリンデンホフの丘の場所に税関ツーリクムっていうんだけど、うん、のがあって、うん、それがチューリッヒの名前の由来になったみたいな、で地元の人たちの憩いの場所になっている、うん、めちゃくちゃ憩ってるな憩ってんなちょっとちゃうやろ憩ってるってちょっと意味が、うん、ちょっと待ってあれもドラマのワンシーンやでほんまやなあ、うん、ここ愛の不時着の撮影地ロケ地にもなったって。あそうなん、うん、みたいやで。これ見てないねんけどそのドラマおもろい、うん、いや僕も見てないっす。絶対見てない何の説明にもなれんよあれリマト川やな。うわすっげえめちゃくちゃ綺麗。やば。古代ローマ時代にこの丘に要塞が築かれて、で防御の要として使用されてたって。でこの要塞の跡地に林田の木が植えられて現在の林田ホフという名前の由来になったって感じみたいです。うわー綺麗なー、ほんまこれがスイスチューリッヒでございます皆さん。わちょうどトラムが走って、であの右にあの奥に見えるのがあれアルプス山脈かな、これうんでっかっなあ。この今日のなんかこう服装とも合ってんじゃん。合ってんな。これスイスをイメージしました、うん、冬のスイスをね、うん、ぽい、え、いい感じやろ。イチョウがこの光が差し込んで枯葉柄みたいな感じの色で、うん、いい感じ。なんかちょっとお前が言ったらな変に聞こえるなせっかくこっちはおしゃれして食べしようなのに、うん、こっからでもめちゃくちゃ絵になってるほんまに、うん、あ背景がいいんじゃ俺いらんやもう僕は背景だけ映すよ。冗談冗談はい、ちょっと丘を下っていったら、うん、あっちにめっちゃでかい、うん、教会の時計が見える、うん、この街並みもほんまに綺麗な、綺麗、下っていって教会に行く感じが、うん、お金が鳴ってる、うん、セーペーター教会です。どでっか。この塔は13世紀に建てられたロマネスク様式のもので、時計は1534年に取り付けられたもので、直径 8.46 メートルっていうヨーロッパ最大の文字盤を持っています。見やす時間、うんうん、はっきりとこの今の時間が見えますさっきの聖ペーター教会をこのまま下ってきて、うん、もうすぐ、うわ綺麗な、めちゃくちゃ可愛いな。うわゴロ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 こんな店あんねん、うん、さっきからでこうちょっとなあライトアップされてきて、うんうんうん、この装飾品の綺麗さよ、うん、なんか寒いけど温かみを感じるな、うんうん、明かりが灯って、何この広場クリスマスマーケットみたいなやってんな、めちゃくちゃいいやんほんまで教会の下で、これもチューリッヒのランドマークシンボル的な存在でフラウミュンスター教会です。こっちの方がちょっとでも可愛いな、細いお姫様みたいなどういうことよでこの下で、うん、クリスマスマーケットやった。うわぁ、シャレすぎやろ、ほんまにちょっとな、近くの店でビールいっぱい引っ掛けるか、うん、うんうん、さすがに、うん、さすがに引っ掛けよう、うん、使おう、ちょっと何を切ろうって使っていこう、切ろう、うん、行こう行こう、二人の金やからな、言うたらもう会社の金は、うん、よっしゃ使いまくろう、よっしゃよっしゃ、うわこの辺でももう全部食いたいな、うん、まだ俺らこっちスイス来てマクドナルドやねんうわこっち側もほんまに街並みがほんまにカラフルで綺麗、いやほんまや、いいなぁ、この感じ、この感じ合ってる、このランプと、うんうん、で見えてね後ろ、
うわ、酔っ払ってここ歩いたらさらに綺麗で、うん、いい気温やしな、そうなってきた時にシャキッてすんねん。バーとかで引っ掛けて外出た時に冷気でシャキッてする感じ好きやわ。わ、うんうん、かるなあ。これホワイトワイン、白ワインと、うん、カキで、このバックにフラウミューサー協会、うん、やばいやん。乾杯しよう。乾杯。やっぱ染みる。ちなみにこれ、何本やったっけ。全部で31フラン、うん、ってことは5239円です。すごいな。これでこれでって言うな日本の物価で考えて高いやん。味はじゃあ、うん、カキが 7.5 やって。1個 7.5、 1個1267円です。めっちゃ高級やで、うん、じゃあ行くで、うん、いただきます。はい、どう。うわ、美味しい。ひんやりしてて外で食うカキってこんな美味しいんやな。うん、うまっ。やばい、白ワインの味を完全に覚えてしまってる。覚えてしまったな。飲みやすいな、ここの白ワインもフルーティーで、うん、教会の下でカキ食って白ワイン飲んでてどんだけ贅沢な一日やねんな、うん、で後ろクリスマスツリーで、うん、やってもうたな、2人で、うんうん、デートやねん。いや、それは言うとダメです。言わなければデートじゃないんだで、白ワインが1杯1352円です食べていい。いや、あかんよ、あかんよ、食べさせてよ高級ガキやねん。だから1個も1300円ぐらいの怒り方してたんだろそうそうでしょ。それが100円やったらもう、あ、いいよいいよって言ってた、うん、もう1回頼もう金って不思議やな気軽にもう1杯っていかれへんな。うまい、カキめちゃくちゃうまい、うん、これ汁飲まんの。あ、それ置いてるんですよ。それ、うわ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 、最高奪ってもうたわThank you so much。 はい、というわけでな、さっきのマーケットからもうすぐ近く、教会すぐそこやから、うん、もう多分スイスのチューリヒで一番有名な店ちゃうかな、うん、ツォイクハウスケラーって読むね。読みやすいやろ、ツォイクハウスケラー。いや、読みにくいよあの、ここ、うん、Google のレビュー 4.6 ぐらいあってんけど、うん、口コミの数1万越してんの。すごいよな、それで 4.6 あるんでしょ。そう、とんでもない。え、これやったっけ、スイスの伝統料理、さっき見てたやつ。あ、そうっすね、なんかネットで見てたやん、うんうん、子牛のクリーム煮やったっけ、うんうんうん、これがめっちゃスイスで有名らしくて、うん、それ食いたくて、うん、うわー、こうやって開放的な、結構広い店やな、うん、ちょっと優しい店員さんで、あの一番裏面に写真あるからっつって、で、まあ、イングリッシュメニューもあってみたいな感じやねんけど、うん、イングリッシュメニュー見てももう言語を知らんから、うん、なんか子牛の、あ、ビール来た。お、来た。Thank you。 持ってかれた。そういうスタイルやね、結構ヨーロッパって写真見て、子、うん、牛のクリーム煮やんな、うん、とソーセージを頼みました、うん、はい、でビールもここに乗ってたから、でなんかめちゃめちゃでかいやつはやばいよっていう、うん、こんなんあるぞみたいな言われたら、いやそれはみたいな、うん、俺まだ行くから言うて、でも一番ちっちゃいサイズでこれなんですね。でかいな。でかい、全然。そうヨーロッパ人やな、うん、スイスの人もそれでかいな、うん、身長ね。はあ、いやあ、最高な夜に乾杯、うん、ちょっと苦みあるな、なんか IPA に近いな、うん、IPA ほど苦みないけど、うんうん、何ビールなんやろ。これなんで、こういうビールですというか、分からん時もう笑ってごまかす。飲んでるよ、さっきのな、うん、教会のクリスマスマーケット最高やったな。いや、めっちゃいいあれ、うん、あれちょっと俺初恋のクリスマス超えたかもしれない。おー、やめてよ、なんか嫌やな。でもそれちょっとロマンティックさというか雰囲気で言ったら、あ、この上に置くんかな、なんか置くんやろな、うん、クリームにかな、うん、というわけで料理が到着しました。すごい、これソーセージに、これじゃがいも、じゃがいもやな、うん、で、これが子牛のクリーム煮で、うん、これがレシュッティ言うて、あの、うん、スイスの郷土料理みたいな、じゃがいもの細切りフライパンで炒めたものらしくて、うん、メイン料理の付け合わせとかでよう出てくるっていう。チューリヒとか、まあ、いろんなそのスイスの地方によっても作り方がちょっとちゃうらしいねんけど、うん、これは、うん、あ、クリーム煮の、あ、温めてくれてんねん、うん、いただきます。いただいてください。めっちゃええ匂い、バルうまそう。え、美味しそうやな、うん、なんかあったかくなるな、これクリームっていうのが。なんで冬ってこういうシチューとかクリーム系が。うまい。きた。うわ、うん、まっ。え、こんなん、あの、絶対うまいやんっていう味やわ。シチューよりちょっと塩味が
深いかもしれん。ほうほうほう。この子牛、うん、もうめちゃめちゃ柔らかい。あ、ずるいわ。ずるい。クリームには絶対うまい。アルプスで登山してて、うん、うわ寒いってなって雪もうぶわ降ってんねん、うん、一見小屋見っけてんねん、うん、もうやばい死にそう、もうお腹も減ってきたし、うん、やばいだん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 死ぬかもしれんってなったら、うん、あのハイジのおじいちゃんが出てきて、うん、こうやってやってんねん、子牛のクリームにやってそう。うん、どうぞ。なんかイメージできちゃう。木の器で木の玉でこうやってドラ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 ってあったんちゃうかな、そのシーン。無言でお食べって日本語やったらいいでそれを食べて生きててよかったっていう。それこれソーセージいくわ。なんのこれソースなんやろうな、あのデミグラスソースに近い。めっちゃいいやん。ソーセージはなんかパリって感じじゃないな。でも肉肉しい感じはあるな。油じゅわーみたいな感じでもない。確かにそうですね。サクッとなんかフォークってもいい。うん、噛み応えあってジューシーな感じです、うんうん、おいしい。うわ、あったかまってきた。 あったかまってきたってね。もう視聴者のみんなもそうやし、チェーンもそうやけど、情報は忘れて。情報ってあんねん、勝手にこう思いついてそのまま言ってる言葉みたい かるなんか妄想癖があるから、うん、このじゃがいもはどうなんやろ、うん、うん、タルタルソースであえたみたいな味かな、うん、絶対うまいやんそれ、うん、ポテサラにめっちゃマヨネーズかけましたみたいな。あ、めっちゃ多分僕好きっすわ。じゃあ絶対好き、うん、絶対俺全部食うけど。あ、やめてくれよ。ちょっとは残しといてよ、ほんま。ちょっとでもサクサク食べて、うん、色々見たいよな、うん、なんかスイスチーズフォンデュも結構有名みたいやから、らしいですね、うん、それも結構堪能したいよな、うん、あとはちょっと見てもうたんがチューリッヒの中央駅でめちゃめちゃいいクリスマスマーケットしてやってましたね。あれ多分やばいと思う、うん、それ以降も行きたいですね、うん、幸せや、うん、え、スイス料理やばいですね。スイス料理やばいな、うん、え、普通に僕結構世界の中でトップレベルに入りますわ。イタリアの時も言うとったから。言ってました、言うとったから。でその時にあの、いやいや辛いのないからやん言うて。あ、言ってたわ。アジア圏辛いやつばっかやから、それ抜きにしたら大体ヨーロッパとかその辺残るやろ言うて言ってたから。知らない。いやでもスイスはうまい。なかなかほんまトップ3に入る。マジでうまい。よっしゃー、ごちそうさまでした。ごちそうです。最後やった。めちゃくちゃうまかった。ほんまにうまかったな、うん、めちゃくちゃほんまに美味しかった、はあ、うん、でちょっと、合計金額を発表します、はい、もう金額は見てないから、食べたいもんを食べたから、うん、こんな感じで、うん、子牛のクリーム煮が 36.50 6168円です。お前ら、え、嘘やん。6000超える。1品6000超えんの。超える、超えちゃいました。いやでも美味しかった、それぐらい、うん、美味しかった美味しかった、うん、で、さっきのあのソーセージのやつ、うん、あれが 22.50 3802円。うわー、うん、すごいな、うん、ほんでビールがいっぱい 7.20 ビールいっぱい1216円ですね。3杯飲みましたもんね。3杯飲んで ×3 は3650円です。結局 80.60 10%8 フランチップで渡したから、うん、88.60 かな、.60 合計ですね、うん、で ×169 は14973円です。おお、いやでも全然、うん、全然もうそれぐらい堪能できた、うんうん、だってあんだけな美味しくて、でスイスっていう一つの価値があって、その上であの空間を楽しめたから、で14000円やろ、うん、全然安い安い安い、安い安い安い。一品一品で見たら1.6000円とかやったらおおってなるけど、うん、ビールもやっぱあれなんかちょっとテイストが IPA みたいな感じで結構ガーン来たから、うん、なんかいつも以上に寄ってるし、この雰囲気に。次行こう。もう行こう、次行こう、まだ行くよ、行こう、まだ行くよ、そら行くよ。まだ店舗数でと3軒目やもん。しかもマクドなんかあんのな、マクドバーガーしか食うてなくて、うんうん、柿しか食うてなくて、あの2店舗目も、うんうん、スイスの街並みが異常やな。ほんまに綺麗なあ。ほんまに女の子と来たい。間違いないわ。マジで綺麗すぎ。見てんこれ、トラムが走ってこれ、いい感じや。めっちゃいい。実際の映像です、うん、なんてこった。めっちゃ綺麗。ほんまに綺麗。肉眼の方が綺麗から、うん、マジでみんな来て、うん、うわ、なんか聖なる夜って感じやな、うん、クリスマスの。
デン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 シャッ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 ってなってる。テン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 って書いてる。ここもなんかクリスマスマーケットやってるよ。ほんまや。ほら。ほんまや。もう綺麗は街中がもうセットや。こういうねムードやなもう。うん、ちょっと街のきらびやかな、うん、この綺麗さは異常やな、うんうん、ほんまに綺麗。こちらです、スイスツチューリヒレストランみたいな名前の、うん、もう見るからに全員がチーズフォンデュを食べてます。なんでチーズフォンデュもう酔っ払ってきてね、うん、全員がチーズフォンデュを食べてます。食べてんな。さすがに並んでます。やっぱここなんか一番人気店なんかな、有名店やな、うんうん、一回聞いてみよう。うん、けた行きました。外やったらいけんねや。外やったらいいよって。いいな。なんか冬ってやっぱあったかいよな。うん。冬どういうことだって分からん。うんって言ったけど。分からん。いいこと分かる。なんかみんながこうやって寄り添って外で食べたりとかしてチーズフォンデュって言いながら家族で食ってるあの光景があったかいよな。うんうん、なんかスイスはその冬の暖かさが詰まってるわ。じゃあちょっとチーズフォンデューとホットワインとかあるんかな。あんのかな。ホットワイン飲んでみたいな。飲んでみたいな。うん。オーケー来たー、最高ー、ありがとうありがとう。なんかメインメニューを2つ頼まなあかんくて、うん、だからチーズフォンデュと伝統的なピッツァ、うん、パスタ、ピッツパスタみたいな名前だった。あ、そうなんや。ほんまに。この QR コードで読んだらテーブルのなんか日本語のメニューが出て、あ、これね、はいはいはい、でホットワイン、ちょっとホットワインで一旦乾杯しよう、うん、一旦乾杯して、うん、後ろで多くの人たちが集まってて、うん、路上にやで、広場にやで、うん、なぜかというと、なんと路上ライブみたいな、うん、なんか大々的に始まって、うん、ベガスのフィーモントストリートのなんかアーケードの中みたいな、うん、みたいな状況になってて、これ一口飲んだり、ちょっと一瞬だけ見に行こう、うん、乾杯。すごい、うん、うまあんま、え、なにこれ。だから言うなればアルプス山脈の小屋をめがけて歩いてたら、うん、遭難して、うん、アルプスの少女ハイジの小屋みたいなの見てパッと開けたら、うん、おやじさんがおって、うん、白ひげ生やした、うん、おやじさんが、うん、飲みって言って蜂蜜のなんか、うん、ジュースをくれたような味の甘さ。そのことでさっきも聞いた、早よ突っ込んでほしかった、うん、いやだからもう早送りやこれうわ、なんかそのちょっと酸っぱさみたいな一切ないな、うん、もうほんま、ね、ブドウジュースをそのまま煮込んだぐらいの、うん、うわ、芯からジュワーって温まる な、何でもよくなるな、人生これさえあったら、うん、でチーズフォンデュもちゃんとこうやって下で熱してもらってるから、うん、でも長持ちすんねん。じゃあ一口一旦いただきます、うん、冷めないうちに。あ、こういう感じなんや。チーズつけていっちゃっていいっすか。お、うまそう。うわ、とろとろで、この湯気がな、いいな、この冬に乗ってより濃く、うん、いただきます。とろける。俺がチーズなのかチーズが俺なのかそれは分かるやろ。いいな、この冬のアウトサイドでよかったって、うん、逆にね。だから並ばなくてよかったし、うん、本来10組以上待つとか書いてたりとかするような口コミも見たから、うん、10分も待つみたいな。で外が相まってこのチーズフォンデュがより温かく感じるし、うん、これもいけます、パスタも、うん、あ、これもだからチーズテイストで人参とか野菜が具だくさんで、いただきます夢で見たやつ、これ夢で見た夢の深夜食堂で、うん、夢の中でふらーって歩いとって、うん、深夜食堂入ったところで食うたやつや、これ。まさ夢になったんか、じゃあ、うん、やばいて、やばいな、人生で一番最高峰スイスは絶対このシーズンに来るべきやって、うんうん、クリスマス史上一番好きかも、このロマンティックさとか、うん、全員のハッピーな華やかさとか、スイスのこの街並みとか一番好きやわ、うん、え、なんてなんてだからなんてなんて、うん、スイスのこの街並みの感じ、うん、マジでヨーロッパの中で一番好きじゃあそれベネツィアでも言ってるよ、言うとった、ベネツィアでも聞いたわ、それ聞いた聞いた聞いた、確かに言うた、一番好きや言うて、ちょっとみんなにおすすめの地球の歩き方上バージョンは、うん、マジでマルタ、ローマ、ベネツィア、スイス、うん、
チューリップ、うん、最高な夜にごちそうさま。ごちそうさまです。いやほんまに視聴者さんありがとう。ありがとうございます。何行こうぜ。どこまだ行こうとしてんのまだ行くつもり。あの聖なる夜に飛び込んでいこう、うん、まあまあちょっと見たい感はある合計85普段。 OK これに、チップやな。また 10% やから 8.5 やな。うまかったチーズフォンデュ。美味しかった。ほんまに今日はスイスを堪能しました。はい、マジでよかったんが、ここの広場来てんや、うん、じゃあそこになクリスマスツリーみたいなの見えるやろ、うんうん、あれが段差になってて、うん、そこで、うん、いろんなシスターみたいな人たちがほんまにゴッドファーザーみたいな感じで、うん、全員でクリスマスソング歌ってんの、うん、ちょっともうこれマジで撮りたかったんけどちょっとしか撮られんくて、うん、もう一頃にはほぼ終わってたみたいな感じだったけど、うん、マジで圧巻でした、うん、その映像マジですごいからご覧ください、うん、マジでやばい見て。結果発表。はい、世界一物価が高いと言われてるスイスですけども、今回1日一晩堪能しました、うん、いろいろ食べました。それの結果発表をしたいと思います、はい、まずマクドナルド 16.90 フラン、牡蠣の店が31フラン、その後に行ったレストラン、あのめちゃくちゃ人気高い子牛のやつとか出たりとか、うん、ソーセージ食べたあそこが 88.60 フラン、チーズフォンデュたらふく食いました、パスタも85フラン、ホテルが180フラン、これ合計したら 401.5 フランになります、うん、まあ2人で1日一晩かな。これ日本円で言ったら 67,853 円です。おおほほほほほ、いや俺もっと行く思ってたで。僕もす結構食うたし、うん、飲んだよな、うん、もっと使ったら思ってたのにな。うん、いや俺も思っとったよ感覚で言ったら東京の高い店ぐらいちゃうかな。チーズフォンデュの店多分1万5、6000円やね。そうですね。でその前のあのめちゃめちゃ人気店1万5、6000円やね、うん、一品5000円級とかやったりするやん。まああるっちゃあるわな東京でも、まあ、東京の高い店ぐらいの、いや東京の高い店やばい店あるやん、うん、もっと上はあるな。寿司でも2万3万一、うん、人コース、うん、イタリアンフランス料理、はいはいはい、ピンキリやろうけど、うん、いろいろあるやん。酸いも甘いもいろいろ経験してる僕からすると、うん、日本でもそれぐらい高い店あるんじゃないかなって、うん、日本で結構高級なところ行く感覚かなみたいな風には思ったから、うん、まあでも高いよ。高いけどそれ以上の美しさありましたね、はい、ほんまに。だから単純に物価が高いわけだけじゃなくて、その価格に見合った目の保養になるような景色とか、うん、建物とか建造物とか、ほんまに道の整備されてるような様とかもさ、うんうん、美しさすごいたくさん感じれましたね、うん、だからこそやっぱりそれぐらい価値のある国なんじゃないかなっていうのは今回思ったな。治安もいいし、うんうん、すごく良かったです。もっと景色見れるような鉄道とかもあるみたいなんで、うん、また来たいなって思いました、うん、もっとゆっくり来たいなって思いました、うんうん、次もっと合流したろうみたいなまあでも2人で6万何千円とかやったらな、うん、もっと行ったちゃうかな。まあ高いけどもっと行くと僕も思ってたな、うんうん、でも大満足、うん、納得がいくような物価の高さなんちゃうかなって、うん、思うかな、うん、ちょうどクリスマスシーズンでよかった。あそこの中心通りに行って、うん、あれ絶対イルミネーションもう綺麗から、うん、もう街全体がクリスマス一色になってるんで、うん、ちょうどいい時期に来たからそれ見てちょっと帰ろう、はい、ホテルに。チューリヒ中央駅の景色がやばい。クリスマス一色、スイス綺麗すぎやわほんま、ありえない。ちょっと異常に綺麗わスイス、光で包まれてるわ全部がすっげえ綺麗ほんま。クリスマスやな、もうめちゃくちゃクリスマスモードよ。匂いも甘いし、うん、そこら中でチューしてるしはい、というわけでバーンホフ通りに戻ってきたけど、これ綺麗、綺麗、うわ光の雨やでこれ、うん、ただなこれ肉眼の方がピカピカしてるな。そうっすね、綺麗わこれ。でも御堂筋の方が綺麗やけどな
御堂筋と春春か。いや建物の感じとか、あ建物も込みにしたら、うん、まあまあ確かにこっちの方が綺麗やな。でももっと点滅とかなんかいろいろ刺した方がもっと綺麗そうやけどな。いやだからなんか御堂筋のもそうやけど、うん、あれ多分帰ったらまたもう点滅してるやろ。もう光ってると思う。もう今年も終わんねんなってなってるわ。あなるな。あれ見たら今もなってるよ、うん、もう、ね、これ見て、うん、はいはいはい。でもほんまにあの視聴者の皆さんほんまに今年もありがとうございました、はい。もしかしたらあのこれ以降もまた今年動画上がってるかも分からないけど、上がってると思うけどな、うん。